はい、こんばんは。イラストレーションカレッジ田中です。それではですね、本日もイラストの方をしっかりと描いていきたいと思います。で、今回何を描くかと言いますと、俯瞰の木、上からですね、見裂けたようなアングルの、木を描いていきたいと思います。最近だとドローンとかで撮影して上から見下ろしているような形の、背景になってくると思います。さあ、で、パース感はですね、このような形で、まあ、ちょっと右上に収束するようなイメージで、そうですね、こんな感じのパース感で、しっかりと描いていきたいと思います。で、上からまあ上からのパースもちょっと感じさせたいので、こんなイメージで、3点通して、描いていくんですが、まあ、どういったところに気をつけるかと言いますと、例えばですね、まあ、横からこうもこもこと木が生えているとします。もこもこと。で、トップの部分はここなので、だいたいこの絵だとこの辺りになります。で、下の部分はこの辺ですね。まあこの辺りですよね。で、ここでですね、しっかりこことここで距離を出すために葉っぱのサイズを大きく、こっちはちょっと小さくっていうような、パースの取り方、手前にある葉っぱは大きく、下に距離が出るところには小さくというのをしっかりと、表現できていけたら良いなと思っております。とは言いつつも、まあそんなに言ってそんなに変化をつけすぎるとまた不自然になるので、ちょうどいい塩梅でついて、くれればなというところですね。それでですね、さらにですね、この絵全体の距離感を出すために、まあ、この辺りに手前の葉っぱをちょっと書き入れたり、中間の茂み、木の塊なんかを、木の葉の塊なんかを入れていきたいと思います。さあ、それではですね、早速、着彩の方をしていきます。はい、ここからはですね、しっかりと、下地を作っていきます。今回ですね、俯瞰の木を描くんですが、その下地に、草原を引いております。で、この草原なんですが、極力、色の変化はつけるんですが、コントラストや色の変化をつけすぎてうるさくならないように気をつけてもらえると良いと思います。これなぜかと言いますと、この後描いていく、下塗りをしていくこの俯瞮の木がですね、下の草原がうるさすぎると、こう下に溶け込んでしまって輪郭が出なかったりとか、手前に、表現しづらくなってきてしまいます。なので、草原の部分は、柔らかかったり、こう色の変化はつけるんですが、ちゃんとグラデーションで綺麗に整えてあげたり、そういったものを、意識してあげてください。で、さらにですね、まあこういう感じでしっかりタッチを残したとしても、この程度で、抑えていただけると良いかなと。で、影も入れるんですが、影自体もこうあまりこうコントラストの強いような色を使わずに、なおかつ、しっかりと、リアルな影の色に落とし込めるようなイメージを持って描いていただけると良いかなと思います。まあ、こういうことをすることによってですね、しっかりと、手前の木が浮き出てくると思いますので、この下塗りの時点でもしっかりとそういった意識を持って色をのせていただけると良いかなと思います。で、ここからはですね、木の俯瞰の木自体の塗りになってくるんですが、まあまずだいたい基礎的な色をまあドバッとのっけて、それに対して、奥の影や草原がどう見えるのか、手前の色はどう見えるのかといったようなことを意識しながら、コントラストや色の暗さ、明るさ、コントラストの加減、影と明るい面のコントラストの違いを意識して、しっかりと色を乗せて描き込んでいってもらえるといいと思います。描き込んでって、描き込
込んでいってっていうよりは色を乗せてっていうイメージが強いかと思います。まあそんな感じで、あとはまあ光の方向をしっかりと意識しながら、どういったライティングでどういう方向から光が来ているのかっていうのをしっかり意識しながら、色を乗せていきましょう。で、影面の色もですね、ただただ緑を暗くした色ではなくて、ちょっとサイトを落として、赤みを加えてみたりとか、黄色みをちょっと足してみたりなど、いろいろちょっと、まあ、工夫というか色の変化を写真とか他の絵を見ながら捉えて、それを落とし込んでいけるといいと思います。で、ここからはですね、しっかりとまあ描いて明るい色も乗せていくんですが、あまりですね突飛な色とかを乗せてしまうとちょっと辛い部分もあるので、影の部分をちょっと黄色の実を混ぜたのなら、ちょっと黄色みの明るい色を混ぜたり、影の部分を青みを多くしたのであれば、ちょっと青い色の混ざった、明るい色を足したりするといいと思います。だいたいこれで見ていくと、この俯瞰の木の、まあ、真ん中から境にですね、左は、青い明るい色を使った凹凸の出し方、直接光が当たっている部分は、右半分ですね、黄色い色を使って色をのせています。さあ、ここからはまたしっかりとちょっと細々色を足したり、微妙な変化をつけて描き込みがしやすいようにしっかりと色をのせたり、立体感をつけたりしていきます。さあ、それではまた後ほど解説編でお会いしましょう。というわけで描き進めてまいりました。ここからですね、どういった形で描いていくかと申しますと、まあ下塗りが終わりました。で、これ下塗りをする時もそうなんですけど、描き込む時も、多分ね、作業工程の方で言ってるとは思うんですが、しっかり意識していただきたいところが、まあ横から見た木を頭の中に常に思い描いてもらって、例えばこの部分を描いているときはだいたいこの辺りに手を入れているんだとか、この辺りを描いているときはこの辺りの木を描いているんだっていうのをしっかりと、木っていうか葉っぱですね、葉っぱを描いているんだっていうのをしっかりと意識した上で手を入れていくと立体的なものになると思います。常に頭の中に立体物としての印象をこう頭の中に思い描いて、でなおかつここの塊を描いていく時もですね、頭の中にグリッド線を入れたりして、こうちゃんとこう横に広がってるだけじゃなくて、下にもこう立体が伸びていってるんだよっていうのをしっかりとこう頭に思い描いてやってください。上にもそうですね。
上にもこうラインでいくとこういった流れがあるんだよっていうのをしっかりと思い描いて言ってあげるといいと思います。ちょっとブラシがあれなんでちょっと分かりづらいですかね。ちょっとちゃんとやってみようかな。散布を取って、例えばここの塊だとこうなってますね。ちゃんとこういうこっち色を変えてやるといいのかな。僕は赤でいきましょう。こういう流れがしっかりと赤が見えてない方ですね、ラインですね。こういう立体物が奥にも続いていってるんだよっていうイメージです。で、手前は青にして描きましょう。で、手前にもこういう感じで、立体物がこう立体の輪郭で、立体のアウトラインかな、アウトラインの輪郭がこう伸びてきてるんだよっていうのをしっかりとイメージした上で、手を入れて描いていくと、頭の中で考えながら手を入れていくというのが、一番重要になってきます。で、まあ、ここまで描いて下塗りしたらどうするのっていうと、ちょっと硬いブラシなん、ブラシをちょっとだけ硬くして、しっかりと何て言うんでしょうね、硬い葉っぱを多少かき入れてやる。で、強く入れすぎたらちょっとぼかしながら、こんな感じで、ぼかしながらちょっとずつ描いてやる。で、手前の葉っぱはちょっと明るく目に持ってってやったり、重なりの部分で明るくなっているところはちょっと強めに持ってってやったりとか、そういった意識をしながら、ちょっとずつ手を入れて硬いタッチを入れていきます。まあ、ちょっとまた別レイヤーで描いていくので、また見やすくなるのではないでしょうか。さあ、それではですね、ちょっとずつちょっとずつやっていきたいと思います。さあ、やっていこうかな。あんまりこうね、丸いブラシでやるよりもちょっと潰れたようなイメージで、で、こう手前かつこの辺りは、手前かつ輪郭になるところはちょっと強めに明るく持っていってもいいと思います。ただわざとらしくならないようにしていってもらえると。今回は結構あの斜めというよりももうちょっとこう真上ぐらいの辺りから、カメラを置いて、撮っているので、もうちょっとですね、横とか、下にカメラが降りてくるともうちょっと横の描き方にはなるんですけど、今回ちょっと上の感じを強めにしっかりと、カメラが上にありますよっていうのをしっかりと意識しながら描いていきたいと思います。まあ、こんな感じで手を入れつつ、あんまり散布させない方がいいかな。さあ、それではちょっとですね、ちょっとずつちょっとずつ手を入れながらしっかりと表現をしていきたいと思います。さあ、それでは進めていきます。原料こんな感じです。
はい、というわけで書き進めてまいりました。まあ大体ここまで来たらですね、こんな感じでちょっと立体感出したりとかで、あまりやりすぎたなと思ったら消しゴムかけてやれば柔らかい感じが戻ってくると思いますので、まあそんなところもね、しっかり見ながらちょっとやってもらえるといいと思います。でここからはですね、ちょっと、形をしっかりと取っていくために書き込んでいきたいと思います。まあもっと、手間を省くために散布ブラシなんかでしっかりもうちょっと書き込みっぽいのや、タッチを入れてもいいんですけど、まあ今回はちょっと時間もありますし、そこまで、スピード感は求めていないので、今回はですね、今ちょっとずつ書きながら、書いていこうと思います。で、このタッチの入れ方とかどういうところに入れていくかはですね、しっかりとこう写真を見ながら、この際の、葉っぱの形はどうなってるんだろうとか、そういうところをしっかりと観察しながら、こう一枚一枚葉っぱを描いていくイメージではなくて、どうなってるんだろうかなっていうのをしっかりとこう形を見つつ崩しながら入れていくといいと思います。で今回はちょっとブラシをこう潰しながら描いていこうかなと思っております。ここも外してしまおうかな。まあ、こんな感じのタッチが出てきたりもするので、面白い形にこの際の部分がなればいいかなと思って書いていきたいと思います。ここもちょっと別レイヤーで書いていきましょう。まあ本当にこんな感じでこうなんていうんですかね、葉っぱ一枚一枚のところを書くというよりは、葉っぱがどういう角度で入っているかとか、どういう形に入れればかっこいいかっていうのをこう写真を見つつ見極めながら、輪郭を取っていくっていうイメージが良いかもしれません。でどうしてもこうあまり描きすぎてしまうと良くなかったりするポイントとかもありますし、できればこうこの際の部分の形を整えていくイメージで、で中も書いていいですけど、今書いてますけど、こういうところにもタッチを入れていいんですけど、上から見てるのでどっちの塊がこう上に来るか、そういうところも、意識した上でこう葉っぱのタッチとか角度を決めて入れていってやってください。あのどうしてもね、縦横無尽にこう動かせばいいっていうだけでもないですし、あのこう葉っぱの広がりがこう来た前上から見ているので、ちゃんと葉っぱの広がりがこんな感じで広まってたりとか、ここに向かって収束する葉っぱがの塊があるとか、そういったところをしっかりとイメージした上でこう書き込むべきところと書き込まないところ、さらには書かなければならないところを見極めつつ入れてやるといいと思います。さあ、まあこんな感じでね、ちょっとずつ書いていこうかと思います。で途中でこのちょっともうちょっと尖ってるブラシとかでやりたいかなとも、今書きながら丸くなってきてるので、葉っぱが丸くなりすぎているような印象があるので、そのあたりだけちょっと書きながら、固めの三角のブラシを使って書き込みをしていくかもしれません。さあそれではちょっと進めていきましょう。はい、ここからはですね、しっかりと、葉っぱを書き出してあげて、手前の葉っぱは大きく、奥の葉っぱは小さくといったようなイメージで距離感を出しながら、しっかりときれいに書き込みを進めていきます。
どういうところに気をつけていけばと、いけばいいかというと、基本的には、どこにタッチを入れたり書き込みをするんだいといった場合はですね、大体こう明るい面と暗い面のグラデーションの幅の間とか、明るい面をと、暗い面の境目ですね、グラデーションのかかってない境目をしっかりと書き出してあげるといったイメージです。これはですね、大体こうその元の字になっている、下塗りの時の色を拾って書くことがまずは重要っていうか、まずそれをやってもらえれば基本的には大丈夫なんですが、書き進めていくうちにしっかりと自分でも色を作りながら葉っぱを書き足していくことで、リアリティが出されたり色数が増えたりするので、そういった部分も意識しながら、進めていくともいいと思います。ただこう下塗りの時に色数を使ってなかったり微妙な色の変化を足してなかったりなどすると、この書き込みの時にそもそも色数の少ない地の下塗りの色を拾って描いてしまうので、どん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 こう面白くない絵になってきてしまいます。もし下塗りを失敗というかちょっとやり損なったなっていうことがあったりした場合は、上からさらに新しい色を使ってこの葉っぱを描き足したりすることをお勧めします。今回はちょっとね、色数も多少増やしながらしっかり意識して、色を乗せていったので、サイドの高い緑の部分やちょっと黄色みがかった部分、あとは白っぽく飛んだ部分などもあって、ちょっと変化に飛んでいますので、このままちょっと色をスポイトですくいつつ、またちょっと足りないなっていう部分があれば色を自分で作り出して新たに書き進めたりしています。さあ、それではまた解説に戻ります。はい、というわけで書き進めてまいりました。ここからどうするかと申しますと、大体のこう立体感とか、上から見ているようなアングルね、俯瞰のアングルっていうのも表現多少はできてきたと思います。で、ここからですね、何をするかと言いますと、さらに、立体感いや、これがですね、上から見下げた、木の表現だっていうのをしっかりとさらに印象を強くしていきたいと思います。で、それをするにあたってどういうところに手を入れるかと言いますと、まずこれをですね、ちょっと立体的に捉えまして、こんなパースに乗ってるんだよっていうのが分かるようにちょっと立体的に捉えるためにちょっと今ラインを引きます。ここが大体上の方かなっていうところで、こういう風にね、こういう風なね、ドーム状のパース線を引くことができます。で、さらにこれを、三点透視のラインに乗せると、こんなイメージになってきます。で、ちょっと分かりづらいので色を
こんな感じでいいかな。で、これでですね、さらにですね、どういうところに気をつけていくか、これを書いた、これを頭の中で思い描いて理解した上で、まあ、こんな感じで、ここじゃない。こんな感じかな。まあ、こんなイメージで、こう、こういったグリッド線を書いて、まあ、どんなイメージかなっていうのを頭の中でしっかり描いた上で、ちょっとこれだ、赤いラインがちょっと邪魔なので消しますが、で、今回は、光こちらから来ているイメージです。光ですね。なんかバツンって切れちゃいますけど、まあ、いいや。で、光がどこに当たっているか、大体、光に当たっている面はこの辺り。次は赤に戻そうかな。大体、まあ多くてこの辺りかな。この辺まで光がね、しっかり当たってきて、こっち側ちょっとね、影の方になったりとか、光の当たらない部分になってきます。今回はですけど。でですね、まあ、木の茂みの塊をですね、まあ、本当にデフォルメして、簡単に捉えた、図でいくと、こういう一塊のブロッコリーのような円の塊がここにくっついていると頭の中で、まあ、これもちゃんと全部こう立体的な丸い物体がこうモコモコとくっついているようなイメージを持っていただけるといいです。あくまでイメージなので、これをモコモコ描いてしまうと取り返しのつかないことになるので、そこだけちょっと気をつけていきましょう。で、水色のまず大きな面での明るい部分は最初、この赤のアウトライン、ちょっと色を変えようかな。大きな面でのこう光の当たっているところはこんな感じ、まあこんな感じかなっていうイメージです。で、さらにですね、この中で一番ハイライトが当たっている部分を次に洗い出す、そういう風な考え方で手を最終的に入れていく部分を決めましょう。何色にしたら分かるかな。紫、ピンク、まあこういう塊がモコモコとついていると、まあ仮定して、で、まあ円形の一番光の当たる部分はどこだろう、上から見た時、しかも斜め右上からの光の場合がどこだろうっていうのをちょっと頭の中で整理して、まあこの辺かなとか、この辺かな、この辺かなって今ざっくりやってるんで、後から書きながら変わると思います。手を入れていく部分はちょっと変わると思いますが、まあこの辺かなって、まあ軽く目星をつけておいて、ハイライト、一番強いハイライトをちょっとずつ入れて描いていくと、さらにですね、立体感が出てくる、この一番上のトップの部分が、ちゃんと、前に来たって見えてくるというような絵になってくると思います。で、この際、あとはもう、この際の部分なんかはですね、水色のこの際の部分なんかは、あまりもうハイライトを入れずに、逆にエッジを、地面との色の差で目立たせるという方に振っていくといいと思います。なのでまあ、この点々点と入れた部分に最終的なハイライトをちょこちょこちょこと入れていくことになるのではないでしょうか。というような書き込みをこれからやっていきます。まあ最終仕上げですね。でですね、さらにですね、さらにこう、立体感や、この木が煽られて見えていますよっていうのを表現するためにですね、今度は枝ぶりをしっかりと見えるところにでいいので、ちょっとずつ入れていこうと思います。これも写真を見ながら、だいたいこうね、横から見た時から、ね、上に登ってきているような枝ぶりをわっと描いていきがちなんですが、今回はあくまで上から見下げたのをイメージして、こう伸びていたりとか、いろんな方向にですね、縦横無尽に伸びているイメージで描いていけるといいと思います。
で、ここの三叉路みたいになっているような枝なんかもあったりとか、ただこれあんまり入れすぎとるとうるさくなってきてしまうので、そこだけ少し、気をつけて変えていっていただけると良いかなと思います。さあ、そんな感じでですね、早速書き進めていきたいと思います。さあ、それではちょっと、進めていきましょう。あとですね、この部分ちょっと手前の茂みなんかもあるんですけれど、ここはちょっとおまけ部分なので、まあざっくり適当に手を入れて終わりにしたいと思います。さあ、それではちょっと進めていきましょう。ここからは最終仕上げになってきます。まあ一番明るい部分や、葉っぱの塊の部分の、その塊の中でもトップの部分に一番明るい色をのせたり、あとは葉っぱのサイドの高い明るい色を差し込んだりというようなことをしっかりと意識して、やりながら、こう立体感をさらにプラスしていったり、あとは今回俯瞰の、見え方の木ということで、しっかりと上から見たような枝ぶりを明るい部分ではなくて暗い部分にしっかりと、差し込むような形で入れていきます。で、この枝を入れるときはやっぱりこう浮いてしまわないように、ちょっとずつ、色もなんかも調整したり、暗い部分のところの色もイメージしっかりをして、そういった色を作った後に書き込んでいくといいと思います。まあ、現状今は葉っぱを書き足していっている状況ですね。で、こういった感じで、まあ、一番こう手前に来る葉っぱの塊の部分なんかはしっかりと形を書き出すっていうようなイメージを持ってもらえるといいと思います。ただ全部書き込んでしまうと、うるさくなってしまうので、ポイントポイントで、絞りながら、ここをちょっときれいに整えようとか、もうちょっとここをきれいに書き足してみようっていうような意識を持って、一番手前の塊は書いてもらえるときれいに見えてくるのではないかなと思います。さあ、そんな感じで、あとはまた解説編でお会いしましょう。はい、というわけで書き進めてまいりました。今回はこの辺りで一度終わりたいと思うんですが、まあ先ほど、説明したようにですね、ちょっとこの辺りに、新しく元気な明るい葉っぱたちを書き足したりですね、手前に来る方の一番トップの部分が目立つように書いてきております。さあ、そんな感じでね、ちょっと、木なんかもちょっと書いたりしてみて、ですね、まあ、ここの辺りはちょっと適当に書いたので、まあ、ざっくりと見てもらえればと思います。で、
本当にですね、最終的に枝ぶりを真上から見た感じとかで四方八方に飛ばしたりとか、ちょっといろいろね、細かいタッチを書き足したりとか、まだまだこう綺麗にね整えたりとかっていうのを手前のこの最初の部分よりかは、している状態ですね。まあ、こんな感じです。で、もう本当に最後の最後にですね、ちょっとこう硬いブラシとかで一枚のハイライトの部分なんかを細かく書いて書き足してやるのも一つの手かもしれないです。まあ最初はがっつりこうもう手を動かしてどん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 書き進めていくんですけど、この段階になった時はもう本当にこう綺麗に葉っぱ一枚一枚を意識して、エッジや形を出す部分は、しっかり出してやる、そういったところを、意識づけてやっていただけるとクオリティもどん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 上がっていくのではないでしょうか。であんまりねこう汚いような色が出ているというようなところはちょっとずつ潰していくと、中途半端にぼかした部分もちょっと整えた方がいいなっていうところはちょっと整えましょう。で、エッジにこう色をのせてもいいんですけど、下の色を全部塗りつぶさないような、タッチや、イメージを持っていただけると、さらに綺麗に葉っぱや色数が増えて、かっこいい木に見えてくると思いますよ。さあそれではそんな感じでこの辺りで一度今回は終わりたいと思います。最後にちょっと意識するところを 2、3点、まずはパースラインをしっかりと引いた上で意識して、まあ、3点通しの場合はちょっと書いてみる。あとは、各、被写体の立体感を常に頭の中でこう想像しながら、裏面はどうなっているんだろうとか、裏面の立体はどういうふうに入り込んでいるんだろうっていうのをしっかりと頭の中で構築して、筆を動かすと、とても立体感のある良い木になるのではないでしょうか。であとは、最終的な、いろいろな、技法を使ってこう距離感を出す、微妙な距離感ですね、木の輪郭の方、下の方は、木の葉っぱの下の方はなんとなくこう明暗さをちょっと抑えて、手前に来るほど、どん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 明暗さや色の差を出してあげて、葉っぱの描き込みもちょっと増やしてやるとか、そういったイメージを持って描いていただけると良いと思います。さあそれでは今回この辺りで失礼したいと思います。それではご視聴の方ありがとうございました。チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。それではまた。